荷車を牽引するラババ,バンジューは、車両や、ソリ、農工具などを牽引するための動力として用いられる、刺激動物である。だけ物が、その体自体に、直接荷物を乗せて運ばせるのに対して、バンジューは荷物を乗せた車両やソリを牽引することで、より大きく重い荷物を運ばせることができる。また、カラスキをバンジューに引かせて工作することで、 田畑をより深く耕すことができる。万獣として利用される馬のことを特にバンバという。万獣に馬車や農工具などをつなぐことをつなぎがという。馬車を引く、馬から隙を引く、水牛から隙を引く、役犬ぞりに車の牽引やから隙引きに、どの種類の動物を利用するかということに関しては、その地域の気候への適性や、 そこで得られる餌の種類などが影響している。ただし、その地域で古くからその方法が利用されてきたというだけの理由で、特定の種類のバンジュ獣の利用が継続され、より強力なバンジュ獣が利用可能であっても移行が進まないといった事例も広く見られた。四頭立馬車の牽引方法を上から見た図ュ獣の利用は、メソポタミアのウルクにおいて発掘された。 紀元前3000年ほど昔の年度版に記載された内容からこの時代にはすでに行われていたと考えられている。カラスキを牛に引かせる方法や車両やソリの牽引といった内容がすでに見られる。その頃は牛の角に棒を固定して車両やソリをそこに結びつけて牽引させる方法が取られていた。当初は走行可能な車輪がなかったので、 四輪の車両では、向きを操作することが濃いなんで、二輪の車両が中心であった。また中央に牽引用の棒を置き、その両側に、万銃を配置するという方法であったので、万銃は必ず二頭立てで用いられていた。紀元前二世紀頃に、中国の文献で、初めて両側に牽引棒を配置して、その間に一頭のみ、万銃を置くという方法が出てくるようになった。 バンジューから牽引力を取り出すために、バンジューに牽引棒を固定するための道具を首機と言い,い、また首機を含み車両やソリを牽引する機構全体をバングという。首機を首に置く方法は、首冠式バングと呼び、肩甲骨に沿って首冠が取り付けられ、肩の部分から牽引力が発生する。首機を背につける方式は、胸つなぎ式バングと呼び、 胸の部分から牽引力が発生する。牽引力を肩や胸から発生させる方式はどちらも古代から利用されてきたが、首管を用いた方式は中世頃に発明されたもので、これにより万獣の利用効率が高まった。古代では首と胴の部分に輪をかけるスローとアンド、ガス方式のハーネスが使われていたが、この方法では首が締まって窒息するので、 能力を発揮するのが困難だった。また胸のところから牽引力を発生させる方式でも、胸の血管を圧迫して力を発揮できなかったため、中世になると胴体と胸のところにかかる、ハーネスによって、負担の分散化が行われた。右に示した4頭立て馬車の図では、左側の馬が胸つなぎ式バングを、右側の馬が首間式バングを使用している。 複数のバンジューを利用するときには、首気をつけない動物を外側に配置することがある。重いバングをつけることは、バンジューにとっては不快であるが、群れをなす性質を利用することにより、外側のバングをつけない動物が走るのにつれて、内側のバングをつけた、バンジューも走る気を起こすからである。また、旧約聖書の新明記22、10によれば、牛とロバを組みにして、 カラスキを引かせることが禁じられていたが、この布告にもかかわらず牛とロバ、あるいはラバを組み合わせて、カラスキを引かせることは、一般的であった。馬と牛では、牛の方が、牽引力が大きいが、馬の方が、牽引速度が速いという特徴がある。人、馬、牛が8時間労働した時の平均的な、牽引力と速度を表に示す。また機関車であれば、用いる。 両数を増やしただけ牽引力も増加していくが、動物の場合は頭数を増やしても牽引力は比例して増加せず、次第に効率が悪くなるという特徴がある。ありがとうございます。